こんにちは、速稼塾の久保です。例のやつにつきまして、毎日ですね、入金がありましたというね、連絡をいただきました。本当にありがとうございます。とまあね、ここで私気がつくんですよ。私鈍感でもないんでね、これはわかると思うんですよ。私はね、多分最後の未入金連絡で10名の方がまだ入金を済ましておりませんという形で、イニシャルをねズバッと並べて、毎日の朝の更新連絡で、この方が改善されました、この方が改善されましたっていうふうにお知らせしたと思います。その時にはね、最高値で10人の方の遅延を私に連絡いただいていたという形になりますね。これは皆さんもご存知だと思うんですよ。でもですね、遅延があったんだけど入金がありましたっていう方の報告が、なんとね、もうね60名以上になってるんですよ。これちょっとおかしくないですか？50名以上の方が、お金が振り込まれてないのに、それを確認していて、私に連絡下すってないんですよね。で、おそらくなんですけども、それはですね、もう、まあそうは言うけど、入金されるから大丈夫だよって、うろたえてない方、もしくは、私にね、負担をかけないように、私への連絡をするよりも、まあ、待ってみようと。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいは、ドーンと待ってみようっていうね、そういう気持ちの表れだったのかなと思うんですよ。で、私が入金があった方連絡してくださいねって言ったら、あ、安心してください。遅れてたけどありますとかね。7月の分、8月の分、まとめて入ってましたみたいな感じでね。300万とか500万とか言って連絡くださるんですよ。いやいや、それぐらいの金額をね、勝手に言ってたのはいいけども、それは勝手に言ってて、よくね、久保さん、私のお金ないんですっていうふうに言わないぐらいの信頼があったのか、それとも度胸があったのか、大したもんだなと思います。だからそういう方はね、これからも伸びると思いますよ。自分の判断で自分の余剰資金、もしくはなくなっても大丈夫と思ったお金を入れて、しかもその行動に対してうろたえていないっていうかね、うろたえていたのかもしれませんけども、まあね、私のところとかカスタマーサポートにいちいち連絡せずにですね、ドーンと構えていたと。自分でやったことだからいいんだって感じでね、とりあえず待つんだみたいなね。すごいなと思いますよ、これは。やっぱ普通の人の感覚として、どうなってるんだ自分の金はってなるのはね、それ当然だと思いますから、そういう方が何名かね、私の方に連絡くださったと思うんですよ。で、私もそういう方に、こう、毎日対応してきたとか、いうことでございますけども、やっぱりね、あ、今連絡したら多分、久保さん困るだろうなとか、久保さん答えてくれるだろうけども、たくさんのお問い合わせが言ってるだろうから、自分は後でいいやとかね。中にはやっぱりこういう方もいらっしゃったんですよ。まあ私は後でいいんで、他の慌ててる方から、急ぐ方から入金してくれたらいいんじゃないですかと。で、私の方は別に最後でもいいし、急がないんで、なんだったら5ヶ月後とか半年後とか1年後でもいいですよ、みたいなね。そんな方もいらっしゃるんですよね。まあ、今回ね、入金があった時の気持ちとして、私は別に1年後でもよかったんですけども、今入金されてて、やっぱりほっとしますね、みたいなこと書いてくださる方もいてね。あ、やっぱりね、私が前回コインチェック騒動の時に、入会した方とか、その前からね、お金に振り回されるな、情報に振り回されるなとかね、よくね、捉えていた方は、あ、強いなぁと、伝わっていたなぁと思うところとか、やっぱ投資は余剰資金でやるってこととかね、4つの原則ってことを守ってやってらっしゃる方、もしくは、それを守らずにやった方は、自分の責任で、自分の力量で、自分の結果責任でやったんだっていう意識をね、強く持っていってくださって、私への信頼とかなんとかを、それを天秤にかけないね。そういう方だと思いました。久保さんを信じてたのにとかね、やっぱりね、言う方はいなかったですよ。嬉しいなと思います。本当ありがとうございます。その中で今回はね、どうしてもこれを紹介してくれと、どうしても読んでくれっていう手紙をいただいてます。お一人の方が非常に長いんですけども、ちょっと4枚を読まさせていただきます。4枚っていうのは一人で4枚書いてます。で、もうちょっと文章あったんですけど、2通に分けてきたんですけど、もう1通の方は、すいません、時間の関係と、あとはね、個人名が結構出てくるんで、それはちょっと読まさせていただかないという形で、こっちの、1通を読まさせていただきます。これはですね、本名を出してくれっていうふうに言われてたんですけども、出しません。すいません、N さんという方でございます。読まさせていただきますね。件名、詫び状。こんにちは、久保師匠。久保師匠、師匠ですね。この度は本当に申し訳ありませんでした。N です。これね、名前書いてますけど、N って読まさせてもらいますね。きっと、久保師匠のことですから、今回私が実名で放送してくださいと、これほど申し上げても、きっと伏せ字でお話しされるのだろうと思います。でも、あえて繰り返して申し上げます。今回のメールはぜひ、私の名前を実名入りでお話ししてください。よろしくお願いします。これはできません。すいません。さて、視聴者の皆様、速稼塾の皆様、今回なぜこんな形でこのメールを久保師匠に読んでいただいているかということをお話しします。申し遅れました。私は N と申します。よろしくお願いします。実は、
この夏の例のやつの入金遅延騒動におきまして、私ほど久保市長を強く責めて文句を言い、詐欺扱いした人はいなかったと思います。しかもほぼ毎日こういう行為をしていました。時には電話で2、3時間怒鳴りまくりもしましたし、久保詐欺師、金返せ、裁判するぞ、家は分かってるぞ、ってね、住所書いてあって、火つけに行くぞ、とかね、家族もろともやったるぞ、とかね、で脅したりもしました。うん、確かに脅されました、結構ね。激しい言葉で。この1ヶ月半、この方のメールが来なかったことはないし、電話が週に1回はかかってきてましたね。全部電話は出ましたし、10分以内に折り返しさせていただきました。今思えば、こうしたことはとっても恥ずかしいことで、申し訳ないことばかりでした。しかも私は、速稼塾の生徒でもありません。そうなんですよ。塾生さんじゃないんですよね。たまたま動画を見て、例のやつを知って、どうせ詐欺だろうけど、とりあえず10万?というノリで、例のやつだけ参加しておりました。それこそ概要書面も見ていませんし、事業説明会にも行ったことはありませんでした。で、最初すぐにお金が振り込まれてきて、お、あれ?例のやつ、珍しいな、お金入ってるよ、と思いました。それと同時に、今までお金を騙し取られてきた、情報商材、FX ツール、転売塾、なんとかコンサル、暗号通貨、ICO、いろいろなものに怒りが込み上げてきました。あの時のお金があればこれで増やせるのに、という思いです。でも、お金のない私は、ある時、人からお金を借りて例のやつに追加入金することを思いつきました。うん。お金がなかったんで、誰かからお金を借りようと思ったんですね。会社の同僚3人を居酒屋に誘い、その3人に30万ずつ借りれないかなと頼んだのです。理由としては、急な母親の入院費450万です。つまり、騙したわけです。同僚の方を騙して、親の入院費がいるから30万ずつ貸してくれないかっていう話をしたそうですね。不思議なもので、その時の3人のうち1人が、わかった、30万な、というのをきっかけに、他の2人も、しょうがないな、という形で、お金を貸すことに乗ってきてくれました。翌週には、90万円が私の手に、茶封筒で入ってきたということです。で、ここでちょっと注意文が入ってます。実はこの交渉術に関しましては、久保市長の動画で見たことがあって、同調圧力というものだったと思うんですが、3人に一度に交渉した時に、そのうちの1人が OK を出すと、他の2人はノーと言いにくいという心理が働くといったもの。これを応用して、居酒屋に3人誘って、そして1人に分かったって言わせるために交渉をしたってことなんでしょうね。で、450万必要だけども、あらかた肩がついたんで、あと100万弱集めたいんだってことで、30万ずつお願いできないかなというふうに交渉を持ちかけたんでしょうね、きっとね。これ私が指示したわけではなくて、私の、交渉術、同調圧力っていう動画を見て思いついたんでしょうね、きっとね。はい。注意文戻ります。さて、それからは非常に簡単で、この話がこの3人から広がっていき、会社内と取引先を巻き込んで1ヶ月でなんと400万を借りることができたんです。要するにこの3人の方ってね、お金を貸すわけですよね。で、貸した後で、いや俺あいつさ金貸しちゃったんだよって、やっぱり人って言いたくなるんですよ。金貸しちゃったんだよねって、俺30万ね、まあお金ちょっとあったから、まあ貸しちゃったんだよ、まあ上げるつもりで貸し上げたんだよみたいな感じだったんですよ。そしたらそれを聞いた人が、え、本当にそんな大変なことになってんのっていうことになったり、上司だったり社長とかが、あ、うちの社員がそんなことになってんだったら、ちょっと会社としても助けてあげないとな、となんかできないかなってことで呼びかけたんですよね。こういうふうにして、呼びかける力のある人の耳に入ることを計算して、これはお話ししたと思いますけども、その部分については書かれてませんね。はい、続きます。ここでも、久保市長の言う、報道の力を思い知ることになりました。あ、知らせるってこんなに影響するんだ。そのうち母は、私は本当に母が入院しているかのような空想を強く抱くほどに、日々、その現実感を覚えるまでになりました。要するに、入院を、縦にですね、入院という架空話を縦にお金を借りてるわけですから、だんだんその意識っていうのが強くなってきて、人ってのはね、本当に母親が入院してるっていう風なストーリーを脳に描き始めるんですよ。しかもそれをリアリティをどんどん増していってですね、入院費がいくらかかるとか、どこどこ病院に入院してるみたいなことをね、どん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 毎日毎日ね、積み重ねていくんですよ。自分の空想がどんどんね、リアリティを増していくってことですよね。こうやって人の記憶って作られるんですよ。
はい、どこだったかな。はい、どんな病状で進行や容態はどうか、担当医の先生はどんな名前で、出身大学はどこなのかというところまでを、まあ、現実感を覚えるまでになったと書いてますね、やっぱりね。つまり、ペルソナです。ペルソナの回も動画見てるみたいですね。いや、しっかりと私のカリキュラムに沿ってやってくれてますね。でもこれ悪用は良くないですよ。でも悪用するぐらいすごく力があるってことなんですよ。で、もっと長くなるので、ここら辺は割愛するとして、あ、入院の下りはこの辺までということですね。結論言いますと、7月の下旬あたりから私は久保市長に毎日クレームを入れるようになったのです。確かに来てました。それは先日の例のやつ、菅原会長の入金日連絡の動画公開日まで続きました。凡事徹底で熱心にね、私の方に連絡をくれたんです。本当にね、朝昼晩、もう時間を問わずくれました。全部私も返信しましたし、全部の電話に出ました。そして今回告白するのはここからです。確か8月の中旬だったと思いますが、私は我慢できずに、また久保さんに電話をかけました。そして今思えば絶対に言ってはならないことをその時言ったのです。それはとてもここでは言えませんし、久保さんもそんなことあったっけと私の名誉のためにとぼけて忘れてくれていると思いますが、結論として、まあ結構ねひどいことを言ってきたんですよ。ひどい脅しでね、これはね本当にこう有罪になるぐらいのことを言ってきましたね。恐喝とか恫喝とかね、そんな感じです。はい、次、本当に大丈夫だって久保さん言うんだったら、久保さんお金払ってくださいよっていうふうにね言われたんですよ、電話で。で、500万払えって言われたんですよ、500万。今思ってみたら、この人400万しか借りてないのに500万払えってどういうことやって話なんですけど、まあそれはいいでしょ。500万久保さん払ってくださいっていうふうに言ったんですよね。確かに言いました。で、久保さんはじゃあ口座番号教えてくださいと即答されました。そうなんです、私すぐ答えました。口座番号どこに入れましょうかって感じですよね。そして翌週には本当に500万円が入っていたのです。振込手数料は誰が負担すればいいんでしょうか。私このまま払いっぱなしでしょうか。私は今までの行いを恥じました。大して調べもせずに自分の欲望のままに勝手に投入したお金のことなのに、この人はここまで腹をくくっていたんだというふうに、思ってくれたんですよね。そして涙が自然に出てきました。そして手が震えて、もうそれから申し訳なくって久保市長に何の連絡もできなくなりました。さらに私に追い打ちをかけるように、菅原会長からの入金日確定の動画、そうですね、これからすぐに私その動画を作って公開しましたね。さらにさらに私の口座に遅延分の全入金が9月4日にありました。確か9月4日水曜日ですから入金あったと思います。久保さんは毎日動画で呼びかけています。毎日毎日全く変わらずに、自分のお金のことではなく他人の勝手に投じたお金のことに対して毎日働いてくれています。しかもメールも全返信、毎日返信、即返信、いつの間にか私はひれ伏して自分の人生そのものを反省しました。本日は9月10日です、この方ね、9月10日まで確かに私連絡なかったです。久保さんからは入金どうなりましたかのメールすらありません。入金があったらお金を返してくださいねくらいは言いたいのが普通だと思います。もちろん私は久保さんに全額返金しました。あ、返金いただいております。ありがとうございます。でもちょっと時間がかかりました。不思議なことに思われるでしょうが、申し訳なさすぎてお金を久保市長に返すべきかどうか迷ったのです。私はその気持ちわかります。返してしまうとね、それで終わっちゃってちょっと寂しい気持ちもするんですよね。そして9月11日、私はあるいいアイデアを思いつきました。速稼塾に今だからこそ入ろう。このタイミングで入ろう。あ、そういうふうに思ってくれたんですよね。参加概要をお願いし、そう、9月11日私は参加概要をこの N さんにメールでお送りしました。今度はきちんと読んでくれたんですよね。ありがとうございます。感謝の気持ちを持って、一括料金に加えて、切りの良い桁の数字でお詫び金額として考えるだけを上乗せしておきました。この方からは結局合計100万円入ってましたね。速稼塾に入って、いろいろあったんでしょうね。で、30万円を30年分割でいいよってこともちゃんと書いてあったんですけども、30万一括に加えて、もういろんな思いがあったんですよ。プラスで70万で、私のところにね、振り込んでくださいました。ありがとうございます。まあでも焦らなくていいですからね。この100万を払うんだったら、それこそ、またね、自分が信じる投資案件で増やしていただいて、増えた分から払っていただいてもいいんですけどもね。まあでも本当これがこの方の N さんのね、お気持ちだと思いますので、ありがたく、このお金はね、預からせていただきます。
そして9月12日、これは昨日ですね、最初の更新通知をいただいたのです。そうですね、6時半か7時ぐらいに行ったと思います。でももう最高のカリキュラムと学びの2ヶ月でした。まさに人生の夏期講習でした。ああ、私の動画よく見てますね。やっぱりね、随所随所に私が使う言葉とか文章の作り方が出てますよ。うん。誰も信じることのできなかった46年でしたが、今初めてこの人のためなら騙されてもいいと思えた人、それが久保師匠です。あ、気がつくと同い年だったんですね。それだけでもとっても嬉しいです。そして本当にすみませんでした。いつか久保師匠のように責任の取れる大人になっていきたいです。自分のお金のことでうろたえて人を責めている時にでも久保師匠や例のやつの会社の社員さんは一生懸命に状況改善にご尽力されていたんですよね。最後の一枚です。私は力量を超えた資金を勝手に、しかも人を騙してお金を借りて投じておいて、責任だけ久保市長や例のやつの会社に押し付けていました。そういう考えだったということですね。本当お金にこだわって自分の損得だけに生きている自分が今は恥ずかしいですと。そしてこの考えにやっと気がつけたこと、お金に振り回されるな、情報に振り回されるなということの意味が分かりました。では本日は会社の皆様に謝りに行こうと思います。あ、出勤前にメール書いたんですね。そして今度は私が人に、借りた人に返金する番ですね。うん。今回の手紙を添えて、今回の手紙を添えて、一人一人にお返ししてきます。ありがとうございました。46歳 N、 私の師匠、久保哲郎様へということですよね。はい、そうなんですよね。この N さんはね、結構激しく私の方に連絡してくださって、私の生活が止まるレベルですね。ガンガン来ましたね。まあでもこの方にも時間ね、結構意識使ったんですけども、同じぐらい私はですね、その他大勢の方、50名前後の方が毎日連絡をしてくださいました。で、そのうちの10名の方でお金が入ってないっていう連絡だったかなと思います。だから50名前後の連絡っていうのは例のやつ以外のもありましたんで、まあ日々とそんな変わらないかなと思いますよね。だから私としてはね、なんか対応できて嬉しいなって気持ちの方が大きいわけなんですよ。私のことを頼ってくれて、頼るってことは信頼してくださるってことだと思うんですよ。私を信頼してなくたら多分連絡しないと思いますから。だからそういう形でね、カスタマーサポートに電話してもどうせ繋がんないやって形で、カスタマーサポートよりも返信がすぐ来そうな私のことを信頼してくださったというふうに私は捉えてですね、来るメール、電話もそうですけども、全てお答えしてきました。そうしながらでも、日々の更新連絡とか、日々のね、Facebook ライブとか、全くね、ペース落ちなかったと思うんですよ。で、私の日々の暮らしとかね、三味線のお稽古とかも全然変わらないように工夫してできたと思うんです。ミスターマイアミサメの返信とか、動画の個別返信とかもできたと思いますし、まあだからね、もう、いやいややると時間もかかるんですけども、よし、俺がやんなくてどうするみたいなね、こんな当事者意識でやると、結構ね、やっていけるんだと思うんですよ。はい、それでですね、今回は、結構この方ね、本当にアンチというか、すごい方でしたよ。このエネルギーでよく人を責めれるなと思いましたけども、多分そのエネルギーは、これからは、同じぐらいの熱量とね、圧力を持って、人のために使っていけると思うんですよ。で、これがね、トランプの法則の中のジョーカーですよね。私から言わせればジョーカーです。トランプの法則っていうのは、トランプって52枚あるんですよね。だからこれを2倍して104、100% にことなぞれて言うんですけども、2から8までの、2から10までのカードが、これがね、数のカードですけども、これが一般大衆、普通の人。どっちにでも転ぶ人、イエスにでもノーでも転ぶ人ですよね。で、ジャック、クイーン、キングっていう絵札がありますよね。これは絶対的敵なんですよ。自分の敵が必ず 30% ぐらいいますよって話なんですよね。そしてエースっていうのは自分の味方です。自分の絶対的な味方が 10% ぐらいいますよって話なんですよ。このバランスで世の中できてるんですけども、ザ・ジョーカーって何なのかなってことなんですよ。トランプには通常1枚から2枚のジョーカー入ってますよね。これは皆さんの人生にもあるんですけども、どうしようもないね、エネルギーを持った敵なんですよ。このどうしようもないエネルギーを持った敵っていうのはジョーカーなんで、くるっとひっくり返すと今度は味方になるんですよ。同じ力で。
だからすごく頼もしい。昨日の敵は今日の友みたいなになるんですよね。多分今回この方はそれに近い存在かそのものだったんじゃないかなと思います。私にね、本当にこれほど強く、しかも毎日のように飽きもせず、同じような内容で毎回毎回ね、よくね、それだけ人を責める言葉を思いつくなぐらいの熱意を持ってね、私のことにアプローチしてくれたと思うんですよ。私にいろんな不満をぶつけたと思うんですよ。多分ね、なんですかね、これほど意識を向けて誰かにぶつかったことってないぐらい来たんじゃないかなと思うんですよね。で、今はその方が、久保師匠っていうぐらいにものすごくね、貸し付いてくださって、自分の行いを反省してくれて、本当に勉強になった2ヶ月でした。人生の中で最も濃い2ヶ月でしたっていうのは、こういう手紙を書けるほどになったわけですよね。素晴らしいなと思いますよね。全ての要素がこの中入ってました。交渉術とかね、同調圧力とか、それからペルソナとかね、私がね、ずっとカリキュラムの中で呼び続けてきた要素がこの中に入ってましたんで、この方はもう優秀なコピーライターとしてもやっていけますよ。ここまでできたら。人の心を動かす文章を書けてますからね。だからそれで動画発信とかもできると思いますんで、どんどんやってきていただきたいなと思います。図らずも、ね、人を詐欺扱いして、実は思わず力がついちゃった。しかもお金も儲かっちゃったみたいなね。で、速稼塾ってものに全く関心がなかったと。自分だけ美味しい思いしようと思ったんだけども、入塾してないのに、なんかカリキュラムは結果的にものすごく深く感じ取ることができてね、私の無料動画の中から。で、自分のことを掘り込んで、もう掘り下げて、あ、こういうことだったんだ。じゃあ、恩返しの意味で速稼塾入ろうみたいな気持ちだったと思うんですよ。その、入塾費を一括とかね、払ってくださるってことは。うん、で、今回ね、この騒動がありまして、速稼塾の考え方とか速稼塾の姿勢っていうのがものすごく、筋が通って仁義だなっていうふうに感じてくださった方が残金27万とかドカドカ入るっていうかね、支払う方もいるわけですよ。27万無理でも5万追加で払いますみたいな方が出てきて、だから本当にね、人の気持ちっていうのはこういうふうに正しく生きたいっていうふうに結局は動くんだろうなと私は思うんですよね。で、それを思わしてくれたのが今回この方もはじめとした不安に思われて今は自分の行いを反省したりとかね、余剰資金という概念をしっかりと受け取ってくださったりとか、投資の4原則、まあ、久保さんがもう何年も言ってる投資の4原則とかね、情報商材とか ICO と同じつてを踏まないようにっていうのがやっぱりやってしまったみたいなね、反省の中から、本当に学習になった。しかもお金も入ってきて、よかったでね、一瞬でもこの例のやつに対して、攻撃を仕掛けたことを恥じますみたいな、恥ずかしいと思いますみたいな方ね、この方以外にも結構いらっしゃるんですよ。で、もう仮にね、騙されたとしても、それは騙されるような案件を選んだ自分の目の中、選択眼のなさだっていうふうに、やっぱりこれが自己責任論です。ここで出てくるんですよ、自己責任っていうのが。それを選んだのは誰ですかってことなんですよ。いろんなことを言う人がいます。私が例のやつって言っても入らない人もいるんですよ。それはその人の選択だからしょうがないんですよ。で、私もですね、有料案件進められても入らないことがあるんですよ。例えば FX をなんか代行で買いますよみたいなセールスも来るんですけども、それをやらないんですよ。私はいい話だなと思いながらもやらないんですよ。だから、誰が何を選ぶかっていうのは、進めてきた人の責任とかじゃないんですよね、実はね。進めてきた人がどんなね、策を論じようとも、裏付けを出してこようと、それとは別に自分の判断があるってことを、やっぱ手放さないでほしいと思います。自分の判断は自分が持っていて、他人の判断とか選択に委ねちゃダメですよ。そうするとね、やっぱり人のせいにしちゃうんですよ。自分で決めたんだっていうことをいつもいつも噛み締めながら生きていただければ、お金持ちになるルートっていうのはそんなに難しくなく引けると思います。そのいい例だったと思うんですよ。まあそんな感じで、ね、今回の動画を終了したいと思います。本当にね、今回レターいただきましてありがとうございました。もう私これ読まない方がいいかなと思ったんですよ。でもこの方の思いがどうしても読んでくれってことなんで読まさせていただきました。通常こういうことを読んでね、これプロモーションの一部だと思われたら悔しいんで、私は読みたくないんですよ。ですんで皆さんはね、だからといって速稼塾の参加を決めなくてもいいですし、速稼塾の残金が残ってる方、儲けさせてもらったからお詫びの意味でも感謝の意味でも残金払いますっていうふうに焦らなくていいですからね。それはね、30年のうちどっかで価値を感じれば払ってください。私なんかにお金を払う価値感じなければ払わなくていいですからね、そんなことはね。はい、以上でございます。私から料金の請求することはありません。もう債権放棄です。それは皆さんが価値を感じたら、価値を感じた人に払えばいいんですよ。それでいいかと思いますよ。それでは本日は以上です。